J1 第8節の解説やっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、はい、ということで今回ね2つの大きなトピックがあるんですが、はい、川崎フロンターレ対ガンバ大阪、うん、J1 首位決戦ですね。1位2位対決ですね。はい、はい、もう好調同士っていうことで、すごいね内容的にもね面白い試合展開でしたね、うん、もうどちらに試合がね転んでもおかしくないような展開でしたね。チャンスもね両チームとも作ってたと思いますし、はい、まあ、その中で川崎フロンターレがね大島選手のゴールで1-0 でねそのまま逃げ切って勝ち切るという形になりました、うん、で7連勝という形でね、はい、チーム初らしいですよ、J1 で7連勝は。あ、そうなんですね、はい、もう本当好調ぶりというかもう強さをね示しましたね、はい、8連勝、はい、9連勝いってもおかしくないんじゃないかと思っちゃいますけど ね、あの本当結果だけじゃなくて内容もついてきてるんでね、はい、まあ、ガンバ大阪も、ね、それなりにチャンスもねたくさんあったので、非常に好調ぶりの面白い試合でしたね、うん、でもう一つトピックとしてなんですが FC 東京対佐賀の突戦ですね。そうですね、はい、で試合後に長谷川監督ですね、この試合やるべきではなかったと おっしゃってましたが、というのも7月31日ですね、はい、に一応サガン鳥栖の選手 PCR 検査しましたね、うん、それ全員陰性ということで遠征メンバーをね、連れてってというところだったと思うんですが、その遠征メンバーの一人の選手が発熱してしまった、はい、というところで、すぐに返したみたいです。で日本サッカー協会に、委ねたところ、そのガイドラインでもね日本サッカー協会でもいろいろ加味して、まあ、開催できるというところで試合が開催されました。で試合後、まあ、長谷川監督のあの発言につながったわけなんですが、前節名古屋グランパス対サンフレッチェ広島、あれはまあコロナの感染した選手、陽性が出た選手がいたので、うん、それで、濃厚接触者が分からないというところで分かりやすい形での中止だったと思います。はい、はい、でも今節は、PCR 検査はしてますね前日、うん、してる中でのその後での発熱というところで、もちろん可能性がねコロナじゃないという可能性がゼロではない、検査はしてるものの、はい、だからここが非常に判断が難しいです、うん、と思います。で今後このコロナ禍、まあこの状況下が改善されない限りこういう状況が起こり得ます、起こり得る可能性があるということで、やっぱりこういうグレーな部分ですね、どう判断するかっていうのは非常に難しいと思ってます、うん、協会としてももちろんガイドラインはある中で、それはね経済的にもとかいろんな部分をね両チームにもね確認もしながらとかいろんな部分を加味して開催しているので、一応そのガイドライン下でやっていると思います、その判断基準の中で。ですがね、まあ、長谷川監督の言う言葉も非常にわかるというか、まあ僕も選手でしたし、やっぱ精神的負担はなくした中で試合をさせたい、リスクをなくしてやらせたいというのはもちろん長谷川監督の言うところでなので、それもすごくわかる部分はあります、はい。僕から個人的見解です。本当に個人的見解で、聞いていただければと思うんですが、まあ、その PCR 検査前日したとはいえ発熱が出たと。で、その中でやっぱり、もう一度 PCR 検査をしていただくっていうことで結果を、まあ、その技術的にできるかとか、その試合の、時間前までに、検査結果が分かるかとか、そういういろんな難しい部分はあると思いますが、もしも可能であるんであれば、そのやっぱりもう一度検査していただいて結果を出していただくっていうことがやっぱり選手の不安要素、それからまあ選手だけじゃないですね、そのチームスタッフとかも含めてなんですけど、不安要素をなくす、大きなものになると思うので、まあそういうことが可能であれば、ぜひしていただく中で開催していただくと、やっぱりね、選手の精神的負担っていうのもなくな、不安もなくなると思いますし、うん、まあ今後ね、でも、とはいえ、こういうことが起こり得るのが、可能性があるというところで、まあ、協会としても村井チェアマンをね、中心にいろんなガイドラインを作って、それでまあ、それもね、いろいろ修正しながらってところで、いろんな角度から考えての判断だったと思います。はい。ですが、一番はリスクがない中でやるっていうのが一番なので、可能であればやっぱそういう検査をしていただいて、はっきりした形がわかる中でやっていただくのが望ましいかなっていうのが、個人的見解です。はい。まあ、あくまで個人的見解なので、はい。というところで、今節 J1 第8節を解説していきたいと思います。最初ですね、はい、校長同士の対決ということで、ガンバ大阪対川崎フロンターレの試合ですね。はい、
ダゾーンフルタイム視聴で2分55秒ですね、はい、キックオフ前に、まあ、いろんなサポーターの方を映すような場面とかあったりするじゃないですか、はい、そこでですね、スタジアムの前にカメラが映るんですね、うん、そしたらガンバボーイですね、うん、マスコットキャラクターのガンバボーイがカメラ寄ってきて、うん、もうめっちゃポーズ撮ったりしてすっごい浮かれてました、うん、ガンバボーイ浮かれさせてあげてください。でですね、はい、試合の中で前半12分47秒ですね、はい、宇佐美選手の、コーナーキックがあったんですけれども、はい、でゴール前でですねガンバの小野選手と川崎の登里選手が、うん、ゴール前でもバチバチやってるんですけども、お互いすっごいニヤニヤしてるんですよジョン・ソンリョン選手が邪魔そうな目で見てましたね、うん、仲いいんだろうね。仲いいんでしょうね。微笑ましいなと思いました、ね、押し合ってニヤニヤしててジョン・ソンリョン選手は選手何やってんだよみたいな感じだよね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい。早速プロ解説ということで、結果からすれば0対1で川崎フロンターレが、勝ちましたね、はい、で得点シーンだけ先に言いますと、後半47分ですね、田中選手の素晴らしい縦パスから大島選手がそこでターンしてバイタルエリアで、三笘選手でまた来たのをダイレクトでシュートっていうことで、東口選手が全く一本を動けずということで、うん、まあ、それが決勝点になり、0対1でフロンターレが勝ちました、はい。で、まあ、前半後半の軽く流れを言いますと、すごく印象的だったのがですね、川崎フロンターレハイプレス、特にですね前半の立ち上がりとか自分たちのリズムにするためにハイプレスっていうのが非常に効いてて、そこで奪って自分たちのボール回しっていうのがあったんですけど、そのハイプレスをガンバ大阪が、すごく、うまくワンタッチツータッチを駆使してかわすっていうシーンが多々ありました。ほう。なので、カウンターにつなげられたりとか、そこからのビルドアップっていうところでガンバ大阪も好調なんだなって、非常に思いました。なるほど。それは逆にも言いますね、ガンバ大阪のプレスも川崎フロンターレが回避してたので、はい、はい、で、それでですね、まあお互い前半は本当にいいとこその回避したりっていうところなんですが、お互い起陣していたのでなかなかこうね、糸口を、作れずっていうところで、でもちょこちょこミスだったので、フロンターレも珍しくミスとかもあったので、そのポストに当たったりって惜しいシーンガンバ大阪でありました。で後半なんですが、まあ、後半もどちらもね、途中交代とかしながらリズムを変えながらっていうところで非常に締まった試合だったと思います、はい、もう首位攻防戦と言ってふさわしいですね。でですね、このキーになった選手ですね、川崎フロンターレは大島選手、はい、田中選手ですね、特に。でこのガンバ大阪のやっぱりその得点を取ったシーンですね、得点のシーンを取ったらそのブロックコンパクトにしてるんですけど、そのコンパクトにした中での田中選手の縦パス、素晴らしい縦パスと大島選手のその中のバイタルエリアのプレッシャーかかった中でね、ターンをすると、その判断の素晴らしさ、まあそのシーンだけじゃなかったんですよ、いっぱいチャンスの部分であったんですけど、やっぱりその顔を出す、プレッシャー厳しいところに顔を出してそこで前を向いたりワンタッチで叩いたりっていうリズムの作り方でガンバ大阪のディフェンス陣をうまくこうそこにプレッシャーをこう集中させて、そこからサイドに開いてと分断させてましたね、はい、はい、なので非常にキーになったと思います。でガンバ大阪は宇佐美選手とやっぱ小野選手っていうのが前半で言えばですね、非常にキーになったと思います。果敢にドリブルでも仕掛けたりパスもさばいたりっていうところでチャンスメイク多くしてましたし、うん、でこのシーン、この両チームに言えることなんですが、強いて川崎フロンターレはもう本当に今、修正するところがないっていうぐらいに、交代選手も活躍してますし、いい循環で回っているので結果もついてきてるっていうので、もうとにかく今のやってるサッカーの精度を高めるっていうところだけですね。でガンバ大阪本当に勝つチャンスあったと思います、うん、でその、チャンスというのも相手のミスをつけいってそこで失点させればやっぱ精神的にもやっぱ川崎フロンターレいくら、ね、連勝で好調といってもやっぱりミス絡みの失点だとどうしても心的要因は来るので、そこら辺つければ何シーンかあったので、あとハイプレスの中で惜しいシーンとかあったので、そこら辺の相手の隙をこううまく得点に結びつけられるかどうかっていうところが勝敗を分けたかなっていうふうに思いました。続いてなんですが、名古屋グランパス対柏レイソルですね、はい、はい、今節の特徴で、はい、もうめっちゃ天気良かったんですよ、どこも、はいはいはい、だからハーフタイムの時に、うん、綺麗な月を映すっていう場面が、うん、何個の試合もあるんですよ、はいはい、けど名古屋対勝ちは、うん、トップクラスに綺麗
1分1時間13分4秒はい、はい、まあ綺麗、非常に綺麗だったんですね。はい、いや、あの普通のカメラじゃ撮れないですもん、はい、あの月は。ああ、はい、そんくらい綺麗だったんですね。はい、あと後半78分ですね、はい、太田選手お帰りと、うん、はい、そうですね、僕も思いました。はい、はい、あのやっぱ僕は素人なんでね、関わった人が出てくれるのが一番嬉しい。嬉しいですね、はい、太田選手はあのいろいろ初期から協力してくれてるんで、はい、はい、本当ですね、お帰りっていうことですね。はい、でですね、早速いきますが、うん、結果からすれば0対1で柏レイソが勝利ですね。はい、で、この試合に当たるにあたって、名古屋グランパス3度の PCR 検査をしたというところで万全を期してこの試合に臨んだということはまず最初にね、はい、お伝えしておきます。うん、で、その得点シーンなんですが、70分ですね、ヒシャルジション、あ、また噛んじゃった、ヒシャルジソン選手ですね、はい、ワンタッチのパス、縦パスから江坂選手が前を向いた瞬間ですね、もうオルンガ選手、もうここあうんの呼吸できてますね、うん、オルンガ選手がもう動き出して、いいパスを供給してワンタッチでゴールというところで、それが決勝点になりましたね。で、前半、まあ、試合の流れをざらっと言うと、前半はですね、柏はいつも通りブロックを作りながらショートカウンターとか狙いながらっていうところで、まあでも名古屋も守備のブロックがいいのでなかなかチャンスは作れなかったなっていう印象でしたね。はい、で、名古屋グランパスは途中からブロックを形成し、まあ、ハイプレスもちょっと多少なりとも最初はしてたんですけど、まあ、ブロックを形成してそこから、相馬選手とかマテウス選手とかこの槍みたいな選手たちがいるので、あと金崎選手が起点になったりっていうところで、うん、まあ、あのショートパスだったりロングパスを多用しながらスペースをうまく活用しながら攻撃の糸口を作るっていうことをやってたと思います。はい、で、後半に関しても、まあ、そのような形でずっと試合は運んでいったと思います。で、この試合、特にですね、まあ、キーになったのが、名古屋グランパスで言えばですね、このやっぱり、金崎選手、相馬選手ですね、この前の選手ですね、特に、このスペースに抜け出す選手、この時には前田選手もあるんですけど、マテウス選手とかがうまく、起点、サイドの、ディフェンスラインの裏ですね、そこで起点作ると、やっぱり、ディフェンスラインも一回下がらざるを得なくなってしまうので、厚みのある攻撃とかができるとか、あと早めのカウンターとかの部分で彼らがすごくキーになったと思います。うん、で、柏レイソル、やっぱりここは江坂選手とオルンガ選手、この関係値っていうのが非常にいいです。もう、もう試合ごとに良くなってきてる。はい。というところで、もう、オルンガ選手も、江坂選手が持ったらもう動き出すじゃないですけど。ああ、なるほど。はい。もう信頼しきってますね。はいはいはい、はい、なので、得点はそこの部分に繋がったかなと思いますし、まあ、でも、本当にお互い、まあ、好調、名古屋グランパスも負けなしだったので、この試合まで。うん、で、レイソルも連勝中というところで、好調同士ということは非常に、守備が、しっかり構築されている中で、最後の最後で体をね寄せ切るっていう部分は非常に多く見られたと思いますし、まあ名古屋グランパスちょっと準備期間多少なりともね、準備期間の部分でっていう部分 あったと思いますが、まあ、それでもね、やっぱ前の選手とか流動的になりながらドリブルで仕掛けながらとか果敢にやってたと思いますが、やっぱりその名古屋グランパスで、まあ、本当に相馬選手とマテウス選手彼らの働きっていうのはカウンターショートカウンターにおいても非常にキーになるんですよ。はい、なので彼らがうまくショートカウンターとか、ディフェンスラインの裏に抜け出すっていうのをより多くすることによって、柏ディフェンダーが、非常に守りにくい状況になってくると思うので、まあ、そこですかね、前のやっぱ抜け出しというか、ビルドアップの部分では、まあ、なかなかちょっとこうボックス内とか ペナルティエリア内で金崎選手が受けられるっていう機会が少なかったので前節みたいに、うん、だからそこら辺はまあ柏の守備の良さも光りましたね。で、柏なんですが、この本当に多くチャンスはなかったんですけど、なんか今はそのあんまりチャンスが生まれなくても慌てないみたいな自分たちの余裕を感じました。ほう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 、攻められても攻めさしてるよぐらいで、で繋がらなくてもまたそこからやり直すみたいな、だからまあ本当この連勝チームの心のなんかこう余裕じゃないですけど、自分たちの
戦い方に感触を得てるなっていう部分はあったので、だからまあこれをもうね、より、精度を上げていく、ショートカウンター、ロングカウンター、あとはその守備ブロックの高さを調整していくっていうのはやっていけばいいかなっていうふうに思いました。うん、はい。なのでまあここも好調同士だと思いましたね。はい。続いてですが、FC 東京対サガン鳥栖ですね。はい。はい。まずちょっと素人メモの前に、はい、共通認識として確認したいんですけど、はい、なんか黒柳徹子さんって、はい、あの髪の特徴的な髪型あるじゃないですか。ありますね。あの中に飴とかが入ってるって言うじゃないですか。ありますね。あ、それ知ってますね。知ってます。OK です、OK です、はい。じゃあ素人メモいきますね。はい。まあ、これもあの、ダゾーンフルタイムで始まってすぐなんですけど、はい、FC 東京の選手が、バスから降りてきます、はい、レアンドロ選手なんですけど、フライ返しみたいなのをアフロに刺して降りてくるんですよ。そうなの、俺見てるんですよ。そこはフライ返しみたいなのをアフロに刺さったまま降りてくるんですよ、うん、あれが何なのかは僕分かんないんですけど、うん、あのフライ返しって言ってもあれですよ、あのお好み焼きサイズのフライ返しですよ。そんなになのみたいなのが頭に刺さったまま降りてくるんですよ、うん、あれは何かっていう、うん、俺も気になるそれ。ちょっと見てみてください。うん、ちょっと見てみる。頭に何か刺さってんすよ。うん、気にも留めない感じで。うん。はい。なるほどね。はい。ちょっと気にしてみます。ちょっと見てください。はい、東京タイタス、はい。はい。了解しました。じゃあ、プロ目線いきますね。結果からすると2対3で、サガン鳥栖が、勝利しましたね。うん、で、点をの取り合いっていうところで、まず得点経過からしますと、29分、右サイドで樋口選手から内田選手がシュートして、石井選手が最後シュートしてゴールというところで先制点します。で、その後ですね、前半38分、レアンドロ選手のフリーキック獲得、自ら獲得して、フリーキックを決めゴールというので1対1になります、はい。で、その後43分、松岡選手のワンタッチの縦パスから樋口選手もそれもまたワンタッチでということで、森下選手カットインしてシュートでゴールということで、鳥栖が逆転しますね、うん。で、後半ですね、コーナーキックから、チョンドンゴン選手のシュートですねがゴールということで、それで3対1になりますね、うん。で、最後ですね、FC 東京、原選手が押し込んだみたいな形になります。まあ結果的にオンゴールという判定だったんで、それで、1点返すんですが、シュート権は及ばずというところで、2対3でサガン鳥栖の勝ちです。で、この試合なんですが、まあ FC 東京は、立ち上がりは特にプレス行ってましたね。はい。高い位置からプレス行って自分たちのリズムを作るっていうところで、あとはまあ自陣に引いて、カウンターっていうところで前にディエゴ・オリベイラ選手とか永井選手っていうのがいたので、まあそこのね個の力を生かしつつっていうところはあったと思います。で、FC 東京で言えばまあやっぱキーに常になるのはディエゴ・オリベイラ選手ですね、うん、やっぱ彼の推進力っていうのは非常に FC 東京の武器なので、彼をどう生かすかとか、あと彼を活用しながらどうやって周りがサポートして厚みのある攻撃していくかというのが今後の意味でも非常に重要な意味を持つなっていうのは非常に思いました。で、サガン鳥栖ですね、非常に良かったと思います。内容、うん、どんどん進化してるなっていうのを感じました。はい。で、本当に特に前半では右サイド、いつもは鳥栖の左サイドが躍動してるんですけど、小山津選手だったり内田選手っていうのが、で、前半ですね、FC東京の右サイドの森下選手、松岡選手、樋口選手、ここの関係がすごく非常に良かったので、うまく三角形を作りながらとか、ポジションチェンジをしながらっていうところで、非常にチャンスを多く作ってましたし、得点にも結びついていたと思います。で、ポゼッション、鳥栖はずっとしてるんですが、非常に精度がどんどん上がってきてますね。で、キーパーの高岡選手のフィードも良かったですし、非常にその精度っていうのはどんどん試合ごとに上がってると思います。で、ポゼッションチェンジ、ポジションをチェンジするんですよ、やっぱりポゼッションあるチーム、はい、じゃないとやっぱパスが回らないので、そういう意味でノッキングもしなかったですし、いいタイミングでの引き出しっていうのもありましたし、ブランドも広く使えてたっていうところで、やっぱり得点にはどんどんつながってたと思います。なので、鳥栖としてはもうこれを今のサッカーをどんどん、続けていく、
でも続けていく中で切り替えの速さとかの精度はどんどん高めていかないといけないので、ポゼッションサッカーしないといけないので、うん、あとは守備の時に、どういうラインコントロールするか、それこそエドワールド選手とか中心にすごい非常に体張って守ってましたけど、そこをいかに失点を、少なくできるかっていうのは今後、連勝、勝ちを続ける上では大きな要素かなというふうに思いました。で FC 東京に関してはやっぱり、いい時はカウンターもできたり、それこそ、まあ、うまくスペースも使えたり、地高の攻めも厚みのある攻撃ができたりとか、サイドチェンジ多くあったりっていう攻撃がやっぱ FC 東京はそういうのがバリエーション豊富にあると、さらに前の選手たちが生きるので、はい、だからそこら辺のバリエーションを持った多くの攻撃っていうところで、外国籍選手だったり能力が高い選手がたくさんいるので、一人が持った時のサポートだったり動き出しっていうのをさらに精度を高めていけば、もっともっと良くなるんだろうなっていうふうには思ってました。続いてなんですが、ベガルタ仙台対横浜 F マリノスですね。はい、まずパク・イルギュ選手が怪我から復帰しましたね。そうですね、はい、はい、でお帰りっていうところが一つと、うん、今節、ですね、やっぱりチームにとっても大きな存在だったし、まあ、名義地が近いからっていうのもあるかもしれないですけど、はい、松田直樹さんのユニフォームが飾られてましたね、うん、はいはいはい、まあお世話だった大先輩なので、うん、はい、松さん、8月4日ちなみに、そうですね、名日なのでね、はい、まあ松さんの思いはね、みんなが継いでいってっていうところで、うん、はい、早速ちょっと解説に行きたいと思います。はい、でですね、この試合結果から言いますと、横浜 F マリノスが、もう終了間際ですね、うん、に、ティーラトン選手のセンタリングをマルコス選手が、シュートで決めるということ ところで、0対1で横浜 F マリノスが勝利しますね。はい、で、この前半ですね、まあ、マリノスは本当非常に今回の試合良かったです、うん、良かったって何が良かったっていうのは、まずビルドアップの時点で結構低い位置からのビルドアップも結構最近だとミスが結構見られたんですよ、うん、散見されたんですけど、でもそのミスがまず少なかったっていうのと、あと切り替えが早かった、はい、90分間としてミスしてからの切り替えが非常に早かった、なので厚みのある二次攻撃三次攻撃っていうのにつなげられたと思いますし、人がどんどん入れ替わったりスペースにも抜け出すっていうところで、非常にいいサッカーをしてたと思います。あと守備面でもパク選手、まあ効いてましたね、うん、もう広大なスペースを果敢に飛び出してというところで、はい、非常に守備で重要な役割、あとビルドアップで重要な役割をしてましたね、うん、でマリノスで言えば本当キーになったのはパク選手、はい、あとですね、ティーラトン選手ですね、ほう、彼のパス、やっぱ縦関係で、前半では仙道選手と後半では大津選手、はい、この縦関係って非常に良かったと思いますし、ティエラの選手からのパスっていうのが非常に、チャンスメイクの上でも多く見られてたので、あとはそのセンタリングの精度っていうところですね、非常にキーになってたと思います。で仙台ですね、うん、仙台はやっぱマリノスに、ボールを持たれる機会が多かったですね、はい、でチャンスがやっぱ前半は特に少なかったと思いますし、まあでもその中でも、ビッグチャンスのシーンもありました。ビッグチャンスもシーンもありましたが、まあサイドから、まあ、長澤選手のシュートビッグチャンス、セーブということでパク選手がねビッグセーブっていうところもあったりとか、何度かありましたけど、うまくカウンターははまってなかった印象です。はい、はい、でやっぱり仙台はその前にジャーメイン選手とか、西村選手とか特徴ある選手たちがいるんで、ここをどうやってうまく使っていくかっていうところで、そのカウンターにどうこう、じゃあマリノスハイラインだったらどううまくね、そこをつくかっていうところで、彼らのスピードっていうのが生きるので、でもなんかこう、一発目でこう抜け出すとオフサイドに引っかかったり、どうしてもキーパーが出てきてしまうので、その飛び出しっていう意味で2人目、3人目が飛び出すっていうところがもっと多く見られた方がチャンスにつながるかなっていうふうには思いました。はい、で、まあ、仙台としては戦い方でビルドアップっていうのが一つあるので、だから前のその特徴とか能力を生かしつつ、どうやって攻撃につなげるか、それがカウンターでもそうですし、ビルドアップでもそうですし、それぞれの特徴を生かした連携の仕方というか、攻撃のあり方ですね、うん、あとサイドバックをうまくこうね、上げて、
そのサイドの深い位置で長瀬選手とかあのセンタリングに強い選手がたくさんいるので、うん、そこをどうやって効果的に使っていくかっていうのは今後の課題かなっていうふうには思いましたね。はい、はい、でも最後のシュートすごかったです、マルコス選手、うん、はい、続いてなんですが湘南ベルマーレ対セレッソ大阪ですね。はい、はい、これ前も言ったんですけど、この今節は月をアップにする描写がちょっと、うん、結構多く見られたんですけど、はい、一番綺麗だったのが湘南対セレッソ、ここなの、はい、ここがドアップすごく綺麗だったんですね。1時間9分53秒、はい、月綺麗すぎてもう書いてますもう深夜僕も、もう眠たい目こすりながら見てますけども、はい、その僕が月綺麗だと思ったんだからそれは綺麗なんですよ。そうですね、はい、まあプロですから、はい、映像のそうですよ、はい、はい、あれなかなかできないんですよ、あれ普通に F 値とかシャッタースピードとかいろいろあるんですから。あ、なるほど、はい、どうぞ。 ありがとうございますということで結果からすると0対1でセレッソ大阪勝利でしたね、はい、で、その得点シーンは後半ですね、70分に、奥野選手ペナルティーボックス受けてということでポイントを作り、その作り坂本選手にパスですね、うん、それで湘南選手がこうファールしてしまう PK 獲得ということで、PK を清武選手がゴールというところでそのまま、0対1でセレッソ大阪が勝利でしたね、はい、で、流れ的な部分を言うと、まあ、セレッソ全体的にセレッソ大阪前半後半も含めてがボール保持する時間帯多かったです、うん、で、本当にセレッソのいいところで、まあ、守備がいいって常々言ってるんですけど、はい、相手に攻められるじゃなくて攻めさせるぐらいの本当に守備の形があって、自分たちのなので、 どんなに二次攻撃とか三次攻撃で攻められても慌てないっていうのを本当選手の表情を見てからも感じ取れました、うん、でビルドアップにしてもやっぱデザバット選手、藤田選手、特に藤田選手今回ねつなぎ役と一緒やっぱり、非常に重要なキーマンだったと思います、うん、で、ここのダブルボランチが攻守に、非常に効いてるのでセレッソ大阪は守備の部分でも安定しますし、ビルドアップの部分でも安定しますね。あとはもう真ん中が強いので、マテイ・ヨネニチ選手だって瀬古選手とか、まあ、ヘディングも強くあるので、やっぱり守備になったらなかなか崩せない、っていうのが、今回の試合にも見られたと思います、うん、で、まあ、湘南ベルマーレなんですが、やっぱりここでキーになるのがですね、もちろんそのトップに起点ができるという大前提なんですが、できた時にこのサイド、鈴木戸一選手、はい、前半で言えば小林選手ですね、うん、で鈴木戸一選手ポジションチェンジしてましたし、後半、はい、で右サイドになってとかセンタリングとか多く上げてたんですけど、彼らがやっぱりサイドで制するとこのフォーメーションでやる上ではサイドが制すると非常に有利です、はい、1対1でここが重要なキーになります。なので彼らの仕掛けでよりこう打開する、剥がしたりするっていうのをできると、より多く厚みのある攻撃ができますし、まあ中にはその石原選手もそうなんですが、湘南だったらその高い選手もいますね、サブも含めて。なので、非常に相手が嫌なディフェンスをせざるを得ない形になるので、そういう意味でこの両サイド、途中交代選手も含めてなんですが、両サイドの働き、攻防で制するっていうのは非常に重要ですね、だと思いましたね、うん、で、まあセレッソ大阪も本当に自分たちの戦いがもう決まってるので、だからそれをもういかにこう精度を上げてこの距離感よくっていうところで、まあ強いて言うんだったらやっぱ途中交代、まあほとんど同じ選手で変わってんのが、瀬古選手だったり、まあ、センターバックだったり、フォワードの片割れっていうところだと思うんですよ。なので、うん、もっと連戦が続いてきたときに、他の選手が出てきたときに、それが同じサッカーが常々できるっていうことが非常にポイントになると思うので、うん、そこら辺の連戦を、連戦も乗り越えるだけのそのチームの厚さっていうのは、まあ、今も構築してるんですけど、試合の中でどんどん構築していくっていうのが、重要だなと思いました、はい、で湘南ベルマールはですね、もうとにかく、アグレッシブに走らないといけないので、このサッカーはみんなが、うん、だから夏場きついです。でもきついと言ってても、もう勝てない、きついって言ってるだけじゃん。なので走る中で自分たちがどういうサッカーをするっていうのをポジションをやってるので、じゃあその中でサイドはどうやって打開していくかっていうところを突き詰めていって、よりいい形でセンタリングを供給するとか、サビのボールを入れるっていうところ
チャンスを多く作るっていうところをやっていくのが必要かなっていうふうに思いましたね。続いてなんですが、大分トリニータ対鹿島アントラーズですね。はい、まず大分には三沢優斗選手在籍してますね。はい、で弟鹿島アントラーズ、三沢健人選手在籍してます。はい、で大分の方の三沢優斗選手が、はい、J1 通算100試合というところで、はい、まあ、奥さんとお子さんが来てですね、それをお祝いするんですけども、うん、もう三沢健人選手がもう完全におじさんの目なんですよ。おいっ子、まあ笑顔で。そうだったね。すっごい笑顔。うん、おいっ子を見る目が、うん、はい。微笑ましかった。見てました。見てましたよ。あれはお小遣い10万円あげちゃいますよ。あの目は。確かに。すごい目してましたもん。可愛いなーってね。っていう目でしたね。っていうあの三沢家のちょっとアットホームな一面が見えたっていうところでした。なるほど。はい。はい、ということで、じゃあ早速いきますね。はい。はい。結果からすると1対4、うん、で鹿島アントラーズが勝利というところですね。はい、で得点から言うと前半に早い時間帯で大分トリニータ先制しますね、うん、高田選手のシュートで、で、その後15分に、まあ、バックパスのミスから、エベアウト選手キーパー1対1で決めて同点というところで、でその後ですね、もうここからは37分に土井選手で泉選手 PK 獲得でエベアウト選手ゴールというところで、54分も遠藤選手サイド起点で土井選手からエベラウト選手というところでハットトリックしますね。で94分、広瀬選手、白崎選手で伊藤選手のシュートでダメ押しというところで1対4で鹿島アントラーズ勝利というところなんですが、大分トリニータ非常に良かったと思います。入りは良、はい、かったです。いつもよりなんか高い位置でプレス進撃点になと思ってましたし、うん、最近見せる、後半に見せるようなこの立ち上がりの良さっていうのを高い位置でプレス行ってそこから奪ってというのところだったり、スペースを有効活用しながら自分たちのサッカーにしていくっていうところをやってたと思います。その中で先制点もしましたし、いい形だったと思います、うん、ですが、そのこのミスからの失点以降ですね、ちょっとトーンダウンしたと思います、うん、で、鹿島に、鹿島が逆にその同点後落ち着きましたね。なんか自分たちの形じゃないですけど戦い方っていうのを一回こうまたやり直してっていうところで、でそこからはまあ鹿島がですね、まあ自分たちのリズムを使いながら、大分はそんなに、チャンスを作れずっていうところで、鹿島はうまくこうスペースに流し込んだり、あと鹿島で一番キーだったのはやっぱり遠藤選手、はい、遠藤選手がポイントポイントでね、やっぱキープしてっていうところで、彼のキープ力っていうのは非常に効いてましたし、チャンスメイクっていうのは今の鹿島で必須だなっていうふうに思いました、うん、で、まあ鹿島は、まあハイプレスでビルドアップっていうのを使っていると思うんです。ビルドアップっていうのを駆使しながらっていうところまで新しいサッカーをやろうとしてんですが、やっぱりうまくポイントをどっかで作んないといけないというところで、鹿島の良さである高い位置ハイプレスいってるので、そこからショートカウンターミドルカウンターにつなげるとか、そこからチャンスにつなげるっていうのを継続してやらないといけないと いけないですし、あとはそのビルドアップもやっぱり、短いパスだけじゃなくてうまくこのスペースを有効活用して、今回でいう岩田選手です、三沢選手の裏側だったり、やっぱ3バックの両サイドの裏側をうまくついて、サイドを起点にしてっていうところで厚みのある攻撃を、したらよかったなって思いましたし、まあそういうのも何回か見られてたんですが、はい、そういうの継続して、やっていけばいいかなっていうふうに思いました。まあエベラウド選手もハットトリックしてますし、まあ、ここは本人的にもすごくね自信になるっていうところが、やっぱ外国籍選手のね活躍っていうのも非常に今後浮上するには必要な要素なので、まあ、それは鹿島にとって非常に良かったことだと思います。で、大分なんですが、まあ、本当に入りが良かっただけに、失点、同点を追いつかれる失点っていうのはもったいなかったなっていうのは思いました。はい。で、その後もやっぱりこう、ちょっと動きが少なくなってしまったというか、考えてパスを出す時間が多くなってしまったっていう印象があったので、やっぱりその、どうしてもミスは起こるんですけど、やっていい場所と悪い場所と、その失点に直結してしまうミスと、そうじゃないミスっていうのはあると思うので、より失点にやっぱ直結してしまう
ミスっていうのは精神的なチームに負担がかかってしまうので、それをやっぱり自分たちでリズムを失わないっていうことが非常に大事だなと思いました、うん、でも改善はしてると思ってたので、それをどんだけ長い時間ですね、あの立ち上がりミスった、出足の良さっていうのをどれだけ長い時間続けられるかっていうのが今後大分が浮上する上で、大切な要素かなっていうふうに思いましたね。なるほど、はい、続いてなんですが、横浜 FC 対サンフレッチェ広島の試合ですね。はい、はい、これもね、でもあの言葉はちょっと濁しますけど、はい、スタンドで悪事を働いてる部分にカメラがゆっくりフォーカスがあってくるシーンがあるんですよ。そんなのあったの？はい、全然分からなかった。一般の方だからあの言葉は濁しますけど、でもほんめっちゃダメなことなんですよ。今のこの時期絶対ちゃダメなことなんですけど、あんまりのそのカメラワークで、あの握手がくっきりしていくところに僕笑っちゃって、だからもうやめた方がいいですよ。スタンドであのルールを破るのやめた方がいいですよっていうことです。あのどこの何秒とかも言わない。探してください。もう探せば分かるから。なるほど。そういうところで、はい。はい。後で聞いておきます。はい。じゃあ。はい、じゃあ早速いきます。はい、で、ですね、結果がすると0対2、うん、で、サンフレッチェ広島が勝利というところで、まあ、ゴールシーンを言うと前半22分に森島選手が抜け出しというところで、シュートしてゴールしましたね。はい、で、その後、コーナーキックからのちょっと、崩れで、その青山選手のクロスで、ドーグラス・ビエイラ選手がトラップからのシュートっていうところで、0-2 でリードして、まあ、そのままゲームは終了しますね。で、この試合ですね、まあ、広島、サンフレッチェ広島、出来は良かったと思います。うん、まあ、あと、ボール保持してる時間帯もありましたし、なんかまあ開幕に近いじゃないですけど、ちょっと似たような感じになってきたかなというふうに思ってました。うん、で、まあ、特にですね、これキーマンだと川辺選手ですね。はい、はい、まあ、川辺選手のやっぱり川辺選手のフリーランニングとかパス、縦パスとか、やっぱ彼のランニングっていうのは非常に、広島の攻撃を牽引する上で、うん、キーになるなっていうのは思いました。うん、あとはまあ森島選手もそうですね、この2人ですね、この選手たちがやっぱいいと躍動しますね、このチームは。森島選手のね、フリーランニングとかもそうですし、まあ、得点決めたとこもそうですし、まあ、彼らが乗るとボールも回りますしね、っていうのは非常に思いましたね。で、横浜 FC なんですが、まあ、この試合なかなか自分たちのサッカーというか、まあ、ポゼッションはやってたんですが、なんかチャンスまで行き着くとこもこうね、多くなくっていうところで、まあ、広島ディフェンスも良かったと思いますし、あんまりこう自分たちのストロングな部分を全然出せてなかったという、うん、印象でしたね。で、やっぱり松尾選手だったり斉藤幸喜選手だったり、まあ普段ね前向いてこう仕掛けるんですが、まあ、そのシーンもやっぱね相手に取られるって囲まれて取られるとかなかなか多くは見られなかったので、やっぱりここのチームがこう変化を持たす上で松尾選手、まあマギニョ選手もそうなんですが、サイドですね、このシステムではサイドの攻防で制すっていうところと、前の選手ですね、斉藤幸喜選手だったり皆川選手、まあ一味選手結構キープと体張って、頑張ってたシーンとかありましたけど、前の選手たちがキープしたり剥がしていくっていうのは非常に重要な要素なので、彼らのねあの活躍っていうのはもう必須だなっていうふうに改めて思いましたね。はい、はい、で、まあ広島がですね、その 2-0 にしてからですね、してからもその攻撃の手を緩めなかったので、やっぱりこういう、なんですかね、悪い時はどうしても広島下がるだけになってしまうのでカウンターにもつながらないっていうのがあったので、やっぱこういうゲームをより多く続けるっていうのはあのどんどん勝ち星を続ける上で必要だなと思いました。うん、あと横浜 FC レアンドロ・ドミンゲス選手、やっぱりねこの選手やっぱキーになりますよ。はい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 、途中交代出てきましたけど一緒にやらせてもらってるんですけど、まあ、彼の技術っていうのがね、非常に、J1 レベルっていうところでもそうですし、大きなスキルを持ってる選手なので、彼の復調っていうのは今後横浜 FC を攻撃を牽引する上で、まあ、大きな一つのポイントになるなっていうのを改めて思いました。個人的に期待しているところですね。はい、続いてなんですが浦和レッズ対清水エスパルスですね。はい、はい、
これ視聴者メモでシュガーさんもこれ触れてたんですけど、はい、84分ですね、バウド選手がゴールをするわけですよ、はい、まあ、1対1に追いつくんですけど、はい、で、バウド選手っての、まあ、膝を地面について、うん、天に向かってガッツポーズするっていうあの、まあ、なんかルーティンなのか本人 あのゴールパフォーマンスがあるんですけど、うん、それやってたら解説の水沼隆さんに、うん、バウド早く戻った方がいいですよ喜んでる時間が長すぎますって言われてました、ね、冷静に突っ込まれてましたね、はい、いや僕も見てて、はい、ちょっと思っちゃいました。ああ長いと、はい、そうですね、まあまあ、 やっぱり逆転する上でね、はい、あんまり引き分けではちょっと喜びすぎじゃあちょっとな、まだこのね勝ちまでいかないとっていうところはあるので、はい、内心少し思ってましたそうなんですね、はい、じゃあ水沼隆さんの言ってることはあれ選手は思うことなんですね。思うと思います。なるほど、まだまだね、はいまだ行かないとっていうのを示さないといけないので、ね、なるほどなるほど、はい、はい、で、まあ結果から言うとですね、まあ、浦和レッズが先制するんですが、まあ、54分、関根選手ですね、ハイプレスです、まあ、スローインに追い込んでそこですぐリスタートでスローインするんですけど、そこからレオナルド選手ですね、がドリブルで運んで、まあ、杉本選手とワンツーしようとするんですけど、まあ、相手ディフェンダーのクリアみたいな形になって、まあ、それをすぐ拾って、シュートフェイントでゴールということで、もうあれもザ・ストライカーでしたね。もう振りも早かったし、切り返しもね、切り返しからのシュートも早かったですしね、素晴らしいシュートでしたね。で、先ほど言ったその後ですね、84分ですね、中村選手のセンタリングからですね、バウド選手のヘディングシュートということで強烈なゴールが決まって、1対1で、まあ、そのまま終わるっていう形だったんですが、まあ、前半ハイリュー・アシミズ・エスパルス、良かったと思います、うん、で、まあ、自分たちの、ね、ポジションサッカーっていうところだったりハイプレスっていうところを徹底してたと思います。で、どちらかといったら、まあ、浦和は構える形でしたね。構える形だったんですけど、でもその奪ってからの縦パスっていう意識が非常に高かったので、浦和レッズなので、その、奪ってから縦パスの中でチャンスを何度か作り出してた部分はありましたね。で、まあ、そのブロックを敷いてるんですけど、中間ポジションあんまりラインを変に浦和レッズは下げすぎず、そこをうまくコントロールしながら戦ったので、あんまり、清水エスパルスにですねチャンスを作らずっていうところだったんですけど、まあ、でも41分ですね、ちょっと清水エスパルス大チャンス迎えるんです。後藤選手のヘディングっていうところ、うん、で、西川選手ビッグセーブしますね、はい、あそこはまあさすがだなと思いました。お、股を通されてもおかしくないっていうシーンだったんで強烈でしたし、まあそこはさすがだなと思いました。まあでも、まあ、この試合の浦和レッズですね、キーになったのはですね、やっぱりレオナルド選手、うん、彼はですね、非常にためも作れるしゴールの嗅覚もあるっていうところで、もうザ・ストライカーっていう形ですね。で、それで、まあ、彼をどう生かすかっていうところですね。彼をどう生かすかっていうところで、やっぱり、彼とのコンビネーションとかうまく使って、彼をうまく生かした中で前向きにさせていい形でシュートをさせるっていうのがより多く見られると、まあ、決定力があるので、はい、非常に決定力があるので、やっぱ彼の活躍っていうのは非常に重要だなと思いました。で、浦和レッズ真ん中では、でも最終的に牧野選手だったりトーマス・デン選手っていうのが非常に弾いてたので、うん、守備としては全体として、まあ、1失点に食らったんですけど、集中してやってんなっていう印象が大きく映りましたで、対する清水エスパルスなんですが、まあ、なかなかこう最終的な部分で仕事を多くできなかったようには思います。で、セットプレー非常に良かったんですよ、清水エスパルス攻撃のですね。で、そのセットプレーの中で前節は3点かな4点かな、うん、決めてたと思うんですけど、今節はセットプレーが多い中で、まあ、裏がうまく守備してたっていう見方もありますし、まあ、ね、ストロングな部分の一つだと思うので、やっぱり清水エスパルスの攻撃として高い選手もたくさんいるので、だからそこら辺はやっぱりもっと精度を上げていかないといけないというところで、あとはまあその少しブロックを敷かれたところでどうやって打開するかっていう部分、まあ、ポゼッションサッカーを駆使してやってるので、それをよりこの選手の流動的な動きだったり、することで
最も嫌なところで前を向く選手が一人でも多く出てくる中でコンビネーションを使いながら崩していくっていうのが非常に、重要だなって思いました。まあその上でやっぱ西澤選手だったり金子選手っていうのがキーになるかなって今後、まあこの今節では、まあ、西澤選手金子選手がやっぱりこうバイタルエリアだったりね、あのハーフスペースで前を向いてうまく仕事をしてサイドバックを使ったりとか、そこら辺の活躍っていうのが気になるなっていうふうには思いました。最後になります、うん、北海道コンサドーレ札幌対ヴィッセル神戸ですね。はい、はい、西大吾選手もともとコンサドーレ札幌にいたっていうところで、そうですね、はい、入場の際ですね、荒野選手と小突き合いしながら入場してきましたね仲いいんですね。仲いいんでしょうねはい、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 ということで、結果からすると2対3でヴィッセル神戸が勝ちですね。はい、で得点結構ゴールがね両チームとも入ったゲームなんですが、うん、得点前半28分、相手選手のミスを奪い荒野選手がゴールしましたね、うん、で、30分なんですがすぐですねドーグラス選手のもう個人技ですね、あれ。もう個人技、この強さから山口選手の、にパス、ラストパスで、ゴールというところで、1-1にすぐ追いつきます。うん、で、44分、イニエスタ選手から西選手へダイナミックな展開があり、素晴らしいトラップからのドーグラス選手のアシストで、最後、ゴールということで、ドーグラス選手が。それで、逆転しますね、ヴィッセル神戸。はい、で後半入ってすぐなんですが47分にチャナティップ選手から駒井選手で駒井選手がダイレクトで折り返して荒野選手もダイレクトで同点ゴールということで、うん、2対2で分からない展開になり、で61分ですね、北海道コンサドーレ札幌のミスを酒井選手がボールをダッシュして、山口選手に、ラストパスでそれをゴールというところで、2対3でそのままヴィッセル神戸の勝利で終わりますね。はい、まあ、この試合なんですが、まあ、前半はヴィッセル神戸、というより北海道コンサドーレ札幌の方が自分たちのサッカーをできてたなと、ボールが保持しながらというところで、そうですね、はい、という展開だったと思います。でヴィッセル神戸としてはその内容がなかなかこう伴わない中でも良かったところはですね、前半やっぱ失点後すぐに追いつけた、はい、いやあそこはすごく大きいと思います。で、まあこのドーグラス選手の子っていうのが出ましたし、うん、個人技の凄さというか胸トラップするのってなかなかいないです。へえ、なるほど。ヘディングボールを胸トラップするって相当な身体能力がないと無理です。ああ、はい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 、で、あれをしてで、前を向いてラストパスしましたね。だからあれできる、もう歴代を見てもなかなかいないと思うので、あれをできる選手ってやっぱり身体能力、個がすごいなと思いました、うん、で、北海道コンサドーレ札幌、荒野の選手、うん、ジェイ選手今日いなくてワントップに入ってたと思うんですけど、はい、引いたりこう、引いて受けてそこからまた2列目にこうね、2列目が入っていくみたいな感じで、非常に、重要な役割をになってたと思いますし、ゴールも決めてとか、すごくヴィッセル神戸ディフェンダーからしたら使い前にくかったと思います、うん、で、ヴィッセル神戸はですね、本当、まあ、前半は自分たちのサッカーできないと言いつつも、やっぱりその要所要所で個の力というか、まあ、44分得点もそうなんですが、イニエスタ選手からのダイナミックな展開で西選手のすごいトラップですね、うん、ものすごいトラップで、もう最後ドーグラス選手アシストするというところで、やっぱり勝負強さを見せたと思います。で、まあ後半になってやっぱりコンサドーレの方もですね、北海道コンサドーレ札幌の方もやっぱパスワークでダイレクト、やっぱダイレクトが入るとなかなか守備陣も反応できないというところで、うん、チャナティップ選手から駒井選手、それを駒井選手がダイレクトで折り返しましたね。あれかなり難しい、スキルがいるんですけど、はい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 、あれとかもやっぱダイレクトでやれるっていうと相手がやっぱ揺さぶられて、しかもで対処できないっていうところで、最後荒野選手がダイレクトでゴールというところで、北海道コンサドーレ札幌からすると、まあ、もちろんヴィッセルもミス絡みのゴールっていうのはありましたし、北海道コンサドーレ札幌もミスってあったと思うんですけど、やっぱり勝負を分けるところでの
そのミスっていうのはやっぱりどうしても勝敗に直結してしまうので、うん、そこはなくしてほしいっていうか、まあ、お互いのチームですね、まあ、本人とかももちろん分かってると思うんですが、そこはやっぱりどうしてもその一つのミスが、まあ、ディフェンスになる。僕もディフェンダーだったんで気持ちはよく分かるんですけど、あの試合を左右して、まあ、勝敗を左右してしまうっていうところですね。で、後半ヴィッセル神戸はすごくボールをね、あのイニエスタ選手前向ける回数も多かったと思いますし、うん、スルーパスが多かった、はい、やっぱ前向くとすごい威力を発揮するなと思いましたね。で、まあ、今回ジェイ選手が怪我か分からないですけど、まあ、いなかったというところで、大きいターゲット途中から、ドーグラス・オリベイラ選手出てきましたね、はい、やっぱりサイドからの攻撃っていうのも北海道コンサドーレ札幌の特徴です。で、ダイナミックにグラウンドを使ってっていうところで、で、まあ、あそこはまあ監督の意図で最初は多分機動力っていうところで勝負だったと思うんですが、まあ、そのターゲットができた時にやっぱりよりこうサイドをワイドを広く使ってですね、相手をえぐれる選手たちがたくさんいるので、だからそこら辺が、まあ、どうやってこう、まあ、ビハインドだったんで途中からで、ビハインドの時にどうやってサイドをえぐって得点までつなげるかっていうところをもっとこう工夫するというか、サイド揺さぶんないと、ヴィッセル神戸も強いので後ろが、うん、だからそこは揺さぶりがもうより必要だなっていうふうに思いました、はい、でもヴィッセル神戸は、得点もしてから山口蛍選手をサンペール選手の位置に置きましたね。あそこからはもう本当さすがだなと思いましたし、山口選手も本当攻守に、活躍してたので、まあ、この試合では本当すごくキーになる選手は山口選手、ヴィッセル神戸で言えばだったなっていうふうに思います。はい、はい、今節のベストゴール、ベストセーブを発表します。はい、今節のベストゴールは川崎フロンターレ大島選手のあのゴールですね。はい、はい、もうあれはですね、首位決戦というところでもう貴重なゴールだったんですけど、三笘選手からの折り返しで、そのあのダイレクトで合わす技術で、うん、ちょっとアウト回転にかけて東口選手が何もできないというあのスーパーゴールですね、うん、あれはベストゴールにさせていただきます。はい、でベストセーバーですね、怪我から復帰したパク・ギルギュ選手、横浜 F ・マリノスですね、うん、もう非常に試合を通して活躍してたんですが、その中でも35分前半ですね、中澤選手の、シュートをビッグセーブというところで、もうゼロ失点に大貢献というところで、あのシーンをベストセーブに挙げさせていただきました。続いてですね、今節のベストイレブンということで発表させていただきます、うん、キーパーからパク・ギルギュ選手ですね、横浜 F ・マリノスも大活躍で、はい、後半位を守ってましたね、うん、試合を通して。で、右サイドからいきます、サガン鳥栖の森下選手、はい、もう得点も決めて、チャンスにも絡んでというところで、もう本当に非常にこれからの選手なんですが、まあ、この今節大活躍してました、はい、で、センターバック1枚目ジェジェウ選手、川崎フロンターレ、もうここは個の強さですね、うん、非常に強い、かなり効いてますね。で、もう一人センターバック牧野智明選手ですね、はい、ラレッツ前節からスタメンというところで、もう個の力をいかんなく発揮してますね。トーマス・デン選手がどっちか迷いました、うん、まあここはちょっと牧野選手がより多く弾いてたので牧野選手をちょっと選ばせていただきました。で、左サイドバックティーラド選手、ほう、横浜 F ・マリノス、うん、彼のフィードだったりセンタリングっていうのが非常に起点だったりチャンスメイクっていうところで今節非常に効果的な部分のになってましたね。でですね、ミッドフィルダー、まあ、ダブルボランチからいきますね。一人目はヴィッセル神戸山口選手ですね、うん、点も2点絡んでというところで、あとアンカーしてからのあの運動量と守備能力さすがですと思いました、うん、でもう一人田中選手ですね、田中碧選手、川崎フロンターレ、この選手ももうパス、彼の縦パスが非常にスイッチが入りますね、うん、川崎フロンターレ、あと守備でもね、運動量でも見せますし、かつボランチなのにやっぱシュートまでいける、惜しいシーンは何度かありましたね、シュートでありましたね、はい、はい、なので選ばせていただきました。で、ミッドフィルダー前目は川辺選手ですね、うん、サンフレッチェ広島、もう本当に2枚目からのフリーランニングでチャンスを作ったりとか、運動量豊富ですし攻守に、非常に効いてましたね。もう一人川崎フロンターレ大島選手ですね、うん、大島選手はこの厳しいバイタルのところで
いい仕事をたくさんしてましたね。もう簡単に裁くこともあれば、あのプレッシャーが激しいところで前を向いてしっかり仕事を仕切るという重要な役割を担ってたと思います。でフォワード2人ですね、1人目はオルンガ選手、もう好調ぶりを遺憾なく発揮して、もうワンタッチでゴールだったんですけど、江坂選手とね、はい、もう本当あうんの呼吸というところで、であのね動き出しの良さとワンタッチでのねゴールを決め切る力っていうところで、得点ランクも1位というところで8節ぎしても9得点目ですからね、はい、遺憾なく発揮してます。もう1人、エベラウド選手、カシマントラス、はい、もうハットトリックということで、もうここはね結果結果をもう3点決めてるということがすごいですね。あと調子も、彼自身調子も上げてきてますね。なので能力が高いという証明を徐々にですが、してきてるっていうところで、まあ、3得点決めたっていうところで、今回エベラウド選手も入ればしていただきました。これが今節の MVP です。あ、MVP じゃない、今節のベストイレブンです。はい、今節の MVP はですね、川崎フロンターレ大島亮太選手です。ほう。というのもですね、まあ首位決戦というところで非常に、拮抗した試合だったと思います。お互い両チームね、チャンスある中で、その中でですね、大島選手やっぱあそこで決めたゴールですね、あの勝負強さ、まずあとはチャンスメイクにしても非常に川崎フロンターレのパスをパスワークを司る上で非常に大事な位置で受けてた、うん、大事な位置で受けつつ簡単に裁くこともあれば、そこで前を向いてという非常に貴重な仕事をしてた、リズムを作ってましたね、川崎フロンターレのパスワークを。なので、もう本当にこの勝利に貢献した、重要な一戦で勝利に貢献し点も決めたっていうところで、今節の MVP に選ばせていただきました。 J1 リーグ第8節の解説をやらせていただいたんですが、次節ですね、第9節、はい、見どころとして2つ挙げさせていただきますということで、第9節のね見どころおすすめですね、特に川崎フロンターレ対大分トリニータというところで、うん、川崎フロンターレがどこまで勝ちを伸ばすかというところですね、はい、負けてないですからね、まだ、はい、なんかこの好調って言われますけど、ただ単な好調じゃないですね、うん、しっかりした理由付けがあって好調っていう言葉がくっついてきてるので、好調っていうよりも強いというか強い強い、だからチームね全員で強いから、いい選手たくさんいるので、はい、どこまで勝ちを伸ばすのかっていうところですね、うん、あともう一節はですね、セレッソ大阪対 FC 東京ですね、うん、はい、ここもセレッソ大阪は2位まで来ましたが、うん、まあ本当堅守が光りますし、まあ FC 東京アタッカー陣強力なのいますね、うん、そこに対してどう守るのか、そしてどう点を取るのか、FC 東京はなかなか調子出ないので、うん、まあ、このアタッカー陣がねどう爆発するかっていうところを期待しながらというところで、この2節を挙げさせていただきました。はい、はい、次節も、熱い、ね、戦いが繰り広げられると思いますので、皆さんぜひ楽しみながら応援していきましょう。よろしくお願いします。